秒3ウェディングベルの世界にようこそ。私、このゲームのガイド役を務めるカウメルです。よろしくね。ゲーム中、私が画面の中で食事したり、あくびしたり、いろいろしてるんだけど、その時にスタートボタンを押すと、状況に合ったヘルプ画面が表示されるの。そこで、コマンドの確認や画面の意味合いなんかを確認してね。ゲームを進める上で役に立つことがたくさん書いてあるから、一度は必ず読んでね。もちろんヘルプなんか見なくても大丈夫だよっていう強者な人は無視してくれちゃって構わないんだけど、ちょっと寂しいな。気を取り直して、それではゲームスタート。それじゃあまずはあなたの名字を入力してね。ひれべっくれてもダメだよ。君がこの春めでたく入籍したことはもうわしの耳にも届いておるんだから。で、君の結婚相手というのはどこのお嬢さんかね。いい年して照れるんじゃないよ。めでたいことじゃないか。で、誰なんだね。は方向処分だ。何が横暴かね。こんなことを PTA が知ったらわしの首が、老後の借金が。いい、これは置いといて。よし、こうしよう。君には君の妻を含めて少々問題のある5人の生徒の担任になってもらう。引き受けるだけではダメだぞ。全員を無事に卒業させるんだ。できなければ君はクビだ。そうなれば彼女も君を見限って。それからこれは当然のことだが、君たちが結婚していることを誰かに知られたらアウトだからね。わかったね。返事が小さい。帰りなさい、あなた。ねえ、なんだか元気がないみたいだけど。はいはい、もうちょっとだからお酒でも飲んで待ってて。あなた、行ってらっしゃい。はいはい、分かってます。いってらっしゃい。
今朝和江と話したんだけどさ。今度の休みは奥様とどこに出かけるかもう決めた？明日は中華街に食事に行くんだって。あなた、今日はどこへ行こうか。ねえねえ、私、鳩に餌やってみたいな。じゃあ、ちょっと待ってて。ポップコーン買ってくる。ごめん、待った？うん、行こう。とうとう結婚しちゃったんだね、私たち。妹がすごく説得してたみたい。そんなのいらないって。あの子は私を追い出して部屋を独り占めしたかっただけなんだから。うん、間違いない。何言ってるの。好きな人と二人っきりで暮らしていけるのは、一人でどんな豪華な部屋に住んでるよりも幸せなことなんだから。あなた、しっかりね。はい、先生、できました。これでいいですよね。私、次のお休みは伊勢崎町で遊びますの。この程度の課題にこんなに
時間がかかるなんて。課題、遅くなりました。私、勉強に向かないのかな。ねえ、今朝和江と話したんだけどさ、明日館内に出かけるんだって。あなた、今日はどこへ行こうか。待って、ほら、あのネクタイ、あなたにぴったりじゃない？私、買ってくる。ちょっとここで待ってて。ごめん、待った？うん、行こう。ねえ、ここで買い物をして帰ろうと思うんだけど。カレーなんかどうかな？あなた、カレー嫌いだっけ？もう、あんまり意味のないわがまま言わないでよ。はいはい。明日カレーを食べるためには今夜作らなきゃいけないってことだよね。仕方ない、頑張るか。愛するあなたのためだもんね。私、勉強の才能ないな。先生、課題できました。次はどんな課題でしょうか。そうそう、私、今度の休みは桜木町に行きますの。遅くなりました。私、勉強に向かないのかな。さーて、今度のお休みは中華街にでも出かけようかな。Thank you.
ました。これでいいですよね。やっと終わった。この程度の課題にこんなに時間がかかるなんて。ねえ、今日帰り道にのぞみと話したんだけどさ、明日はベイサイドに遊びに行くってさ。どこへ行こうか。私、喉乾いちゃったな。ここで待ってて、ジュースでも買ってくるから。先生もなかなか隅に置けませんこと。確か私が存じ上げている方ですわね。ああ、そうでしたか。偶然会ってデートなわけですの。大ニュースでございます。それでは失礼。お待たせ。ねえ、今誰かいなかった？どうかした？元気ないけど。